はい、皆さんこんにちは、こんばんは、井上正弘です。ちょっと今予定にない動画を回してるんですけれども、ちょっとしたね、今事件が起きました。僕のそのスタッフの、まあプロジェクトのスタッフの一部がなんか僕のそのプライベートな情報をファンの子に勝手に送ってたみたいな、ことがあったみたいです。なんで僕これを知ったかというと、そのなんかこういうプライベートな情報が拡散されてます、大丈夫ですかみたいな感じでなんか DM があったんですよ。でこんななんか井上さんのプライベートな、情報を送ってるんですけど危険じゃないですか。まあそうだよな、やっぱ俺芸能人だしな。まあ対処してますけどね、まあどうでもいいんですけども、なんかでちょっとファンの僕たちがねちょっとなんかびっくりしてたっていうので、まあ僕もどんな内容なのかなってちょっとね本人にも問い詰めようかなと思います。まあ明日なんか直接まあちょっと会って多分謝りたいのと、今までの内容を全て見せるっていうので、まあなんか誠心誠意対応してくれるみたいなんですが、ぶっちゃけ僕としてはどっちでもよくて、変なことしてるみたいなのもないし、すっぴん姿の状態の写真とか外に出されるのちょっときついなとは思う。ちょっとねやっぱ年感じてるんでやっぱ思うんで、いや、やっぱそういうところはねちょっとねきつくいかないといけないですね。まあ実際でもこれ僕は別にどうでもいいんですけど、他の人とかだったらまあ結構中に怒る人も結構いるんじゃないかなと思うんで、まあ、確かに客観的に見たら悪いことなのかなって思うんですけど、まあちょっと内容にもよりますけど、明日見せてもらってまあ僕がどういう感じになるのかっていうのはちょっとあると思うんですけど、どうしてやろうかなっていうところ。なんかさよく言うじゃん、なんかやらかしてしまった人に何か物をおねだりしたら本当に買ってくれるのかなってちょっと気になってるんですよね。きっと本当にすいませんでしたってところお菓子とか渡されるじゃん。いやお菓子じゃなくてこういうものが今欲しいんだよねって言ったら本当に買ってくれるかどうかっていうちょっと検証したいなとちょっと思いました。反省の意味も込めてね。ということでですね、やらかしてしまった人は謝罪をしに来た時にその相手方におねだりされたら買うのかどうか実験したいと思います。はい、ということで当日でございます。今からねもうあとちょっとで来るんですけれども、まあ照明やっぱり顔きれいに映りたいからやっぱ照明とかやっぱつけてても大丈夫かなってワンチャン思うんですよね。大丈夫でしょきっと。まあ多分ワンチャン回ってることもねあんまバレないと思うんですけれども、一応ねここで回ってます。多分バレ、多分大丈夫。失礼します。まず今度はご迷惑おかけしました。申し訳ございません。ちょっとなんか、はい、何を送ったかだけ、はい、事実関係したいですね。はい、こんなのも送ってたんだ。それとかやばいな。これはどの辺が大丈夫だと思いますか。ちなみに。まあ顔ほとんど見えてないしいいかなと思っちゃいました。ああ。逆にどの辺がこれ僕はダメだと思います。まあそもそも許可をもらってなかったんでダメだったと思います。ああ、別に許可取ってなくても別にテコンドーのとこは別に問題ないですけど、まあ、その感覚ですね多分根本的になんですけど、はい、多分その、うん、性格的に、うん、ファンの人が喜ぶから送るっていうのは、うん、もうただの大義名分にしか僕は聞こえなくて、うん、若干僕にこういうのをめくれたらまずいって絶対分かってたと思うんですよ。絶対分かってると思ってて、なんかその自分は大丈夫だと思ってる範囲でしたっていうふうに言ってるんですけど、僕はそうは思わないんですよ。そのまあこれを知ったら怒るだろうなって絶対分かってて、でなんかそう送ってる感じがすごいしてるのが違うだな。あ、すいません、はい、別にさんをかばうわけじゃないんですけど、多分俺がさんと付き合いの中で言ってるのであれば、うん、
あんまりそれ思ってないと思います。で、あるとしたらそれよりもさん自身がよく思われたいの方が多分多いのと、まあ、あのよく見られたいっていうふうに思うのであれば、これ多分逆効果すぎるんですよね。なんか多分よく全然思ってないですよ。これあの人やべえ人ってなってると思いますよ。よく見られたいんだったら普通に上げてもいいやつをツイッターで上げてる方が絶対によく見られてると思います。何にプラスなのかなっていうところなんですよね。そうですね。そこでいくと多分マー君とこれだけ俺は仲がいいんだっていうことを相手にアピールをしてるんじゃないかなっていうのは自分の印象です。ですよね。だから僕が普段見せないところを自分は自分に見せてくれてるから、はい、あの仲いいんだっていうアピールですよね。はい、そうです。イコールその僕が見せてない部分っていうのはそのやっぱり見せたくないから見せてないわかりますか、はい、だから僕の見せたくないところを見せてるっていうところも半分入ってるじゃないですか。はい、入ってます。だからそこがなんか嫌なんですよ。さっき言ったところがそうなんですよ、うんうんうん、で僕が見せたくないところってその仕事的に見せたくないだけで別に見せなくていいことってあるじゃないですか。ありますあります。例えば鼻ほじってるところとか、うんうんうんね、おなら出てるところとか別にトイレ行ってるところとか別に見せなくていいじゃないですか、はい、いいですいいです。なんかそういうところじゃないですか、うん、はい、顔もすっぴんだし、顔もボッサボサだし、はい、それを見せるってことは、うん、僕のこの先のその利益に対しても損害を与えてるわけですよ、うん、なりますね。要は、はい、例えばじゃあそういう普段見せてないところを見せますっていう企画の場合、うん、そこでやっぱりこう例えば寝顔とか、うん、そういう写真集出したらするじゃないですか、うん、こんなのを例えば世に出てたらもう出す意味すらもう全て失ってしまうみたいな、うん、はい、感じじゃないですか。そう思いますね。まずファンの人たちに対してその〇さんはまずやばいやつって思われる、うん、これ悪く思われてるじゃないですか、うんうん、でもう一個その僕に対してもその仕事的にマイナスイメージとあまり良くないことをしている、これだから何が得でやってるのかが分かんないんですよ。だから多分自分のそのよく見られたいっていう感情なのか、その悪いことをしてるっていう自覚があって、うん、それをなんかこう秘密共有で楽しくなっちゃってるっていう感じがしならないんですよ、半分半分で、うん、もうちょい客観的に見れる人なのに、なんかこと自分の感情に関してはなんか素直になりすぎちゃうと、うん、急に客観視がなくなっちゃってなんか逆の方行っちゃうんだなってなんかすごいしてて、うん、ああところでなんですけど、はい、僕ゴルフクラブが欲しいんですよね。はい、わかりました。いや、検証結果はやっぱもらえるんだな。ん？はい。動画。ちょっと悪いことした人に、うん、ゴルフクラブをねだったら。うん、果たしてくれるのかどうかっていう検証ですけど、なるほど、くれるっていう、まあ、まあこれで動画作ってたんですね。相手次第かもしれませんけど、もらえる方多いと思いますよ。相手次第だけでもらえますよ、多分。なるほど、なるほど、はい、じゃあこの後、ゴルフクラブ、はい、ちょっと買いに行きましょう。あ、じゃあ今から行きますか。ゴルフクラブやりましょう。はい、ということでですね、新宿で、ちょっとね、ゴルフクラブを買いに行こうということで、ちょっとゴルフクラブ選ぶのにゴルフのプロに来てもらってガチで選ぼうかなというふうに、まあ、思います。新宿に新しくゴルフの、まあ、専門店があるんで、まあ、そこでフィッティングしてちょっと買っていきたいなと思います。あ、どうも、山崎プロです。はい、よろしくお願いします。まあ、どういうことかと言いますと、今日ゴルフクラブ買いに行くって言ったじゃないですか、はいはいはい、で、何でも心よくゴルフクラブを買ってくれるっていうんで、あ、はい、これはじゃあいっぱい手段してもらって、はい、ぜひ買ったものやってます。いやいや、ここは山崎さんのおすすめのゴルフショップなんですか。そうそう、これから最近できたところで、はいはい、結構ね、都内でも規模が大きいから、はい、ぜひそこで
選んでもらえた。いや、規模が大きいならいいクラブいっぱいあるんじゃないですか。え、結構お高いクラブもあるんじゃないですか。いやいや、勘弁してください。ほどほどでお願いします。あ、でもまあ、あの今回アイアンセットなんで、ジャスト、はいはい、ジャストアイアンセットなんで、はい、ドライバーが高いんですよ、クラブの中で一番。そうですよね。それは別に僕選ばないんで、はい、でもアイアンも深いっすよね。はい、はい、ということで新宿のアルペン東京っていうところに着きました。はい、ここにゴルフ5さんが入ってて、それがなんか結構新しいんですよ。そうそうそう、規模が大きい。はいはいはい、最高ですね。はい、いやー、じゃあちょっと中入ってみましょうか。はい、はい、おー、すごい。はい、ということで、はい、着きました。はい、まあ、ここでね、あの押し出していって、はいはい、実際にいいクラブをちょっとリフティングしていきたいなと思います。そうですね、3種類ぐらい今3種類注文しましたんで、それをちょっと打っていただいて、はい、データちょっと見たいですね。はい、はい、めっちゃうまいね。いや、切り返しやべえよ。めっちゃうめえよ。いいか、すごいよ、今びっくりした今。何その切り返し。今のヘッドスピードで 36.9 という形です。まあ、悪くないですよね、そんなね。そうですね。もし変えられるのであれば、うん、まあ、ちょっとあのライフクのところちょっと気になるなっていうのもあったので、ちょっとアップライトのやつをちょっとお持ちさせてもらってるので、ちょっとそれだけ変えさせてもらいますね。はいはいはい、これ NS ですか。ね、次モーダスの105のやつをちょっとうちの若手のプロにやらせてもらって、やっとオッケー。もうスイングいいじゃん。でも髪が綺麗、久々すぎた。長さロフト角は変えてないんですけども、来角を、はい、2度フラットっていう形で受けたまわってるので、これ全てマイナス2っていう形になってます。そろそろ僕の出番のようですね。はい、出番です。はい、召喚。嬉しいな。嫌なこと忘れちゃいそうだ。お会計の方がグローブの方も合わせまして14万7180円。ちょっと今聞き捨てないことありますけど、グローブ混じってません？途中グローブ入ってません。気持ちです。気持ちです。1回でかっこいい。まあ、今度のやらかしたら、今度のドライバーとアイアン の, あの足りてないところ、ユーティリティ、あとウェッジがあるんで、キャディバッグ、あの3回まであとミスを誘発します。靴とかも、まあ、靴も入ってくる。ちょっとむしろなんかミスを誘発するのなしですよ。喜んでないですか。いや、でもない。許せないですよ、本当にミスは。許せないな。許せないわ。許せねえ。ということでですね、ゴルフクラブ山崎プロ、はい、わざわざあのありがとうございました。お疲れ様です。もう最高のクラブをあの用意するのでありました。ありがとうございました。大村さん、はい、ありがとうございました。とんでもございません。いや本当に嫌なこと忘れられそうです。あ、でもですね、はい、やっぱりこうやったことはやったことなんで、はい、そこはちょっとちゃんと反省していただいて、はい、ちょっと次からはいい方向の展開をしてほしいなって、はい、僕ね、ゴルフクラブちょっと振りながら思ったことあるんですよ。はい、ジサリスでファンクラブのサイトを作れば、そこにオフショットをたくさん提供してもらえれば、僕もプラスだし、皆さんもプラスだし、ちゃんとそれはチェック通してるやつなんで、やばいやつじゃないんで、双方にいいということで、はい、ちょっと僕まだちょっと許してないところあるんで、残り半分はちゃんとしっかりとファンサイト の,、はい、運営をやっていただくということで、よろしいでしょうか。分かりました。喜んでやらせていただきます。まあ許してないんだね。はい、許せねえな、本当に許せねえ。許せてください。じゃあ僕ちょっと購入しましたんで、あ、なんかグローブもありがとうございました、はい、ね、じゃあちょっと帰らさせていただきます。はい、はい、じゃあまた。はい、わかりました。あ、
なんか最後に一言言うことありますか。はい、これだけは癒してください。己で行けいぞ。ひどいですね。ファンサイトをお楽しみに。